さあ審判団フィードに戻りまして、まもなく後半戦再開という形に、試合の進行は進んでおります。前半冒頭のところ音声が途切れておりまして誠に申し訳ございませんでした。幾分か回復できたかと思いますが、ご視聴もし支障な、ございましたらまたコメントいただければと思います。前半戦はして双方ともにタッチダウンを1本ずつ取り合うという非常に拮抗した戦いとなっております。ともに7対7同点の状況で後半戦に入ります。このハーフタイムで突破口を見出すことができたのは果たしてどちらのチームになるでしょうか。まもなくその答えが見えます。後半戦に移ります。後半は愛知ゴールデンウィングスのキックオフで試合が再開する形になります。キックオフしますのは愛知19番の金井です。千葉工業大学出身のプレイヤーがキックオフいたします。これに対しまして大阪ガスはリターナー2人構えております。9番と11番を配置しています。9番は杉田桃山学院大学出身、11番は平田京都産業大学出身です。さあ大阪ガスリターンに入ります。さあ左サイドラインを攻めましたがここでイエローフラッグが投じられております。リターンチーム大阪ガスにホールディングの反則がありました。リターン中相手を掴んでいた選手がいた模様です。10ヤードバッタリとなりましてその位置からのファーストダウンと変わります。この反則によりまして反則点より10ヤードとなって10ヤード下がり、大阪ガス自陣21ヤードからのファーストダウン点。さあまず左サイドをセメントをトスしましてランニングバックに左オープンを展開させようとしました。キャリア6番それに応えんと、突破口を見出さんというところでしたが、しかしこのランによるゲインはありません。セカンドダウンに変わります。大阪ガスセカンドダウン内、パス不成功です。クォーターバック4番右に展開していたワイドレシーバー9番にパスを投じましたが9番キャッチできずパス不成功となっています。サードダウンに変わります。大阪ガスサードダウン、サードダウン内、パス不成功。クォーターバック4番ここでアイフェイクから縦に上がるレシーバー22番ロングパスを投じました。まさにディフェンスを引きつけるアイフェイク使いまして一気にタッチダウン狙わんというパスを投じましたが22番これをキャッチできずパス不成功でフォースダウンに変わります。外にいるレシーバーを一旦見てその手前側にいる選手に対してかとそのディフェンスを引きつけたその一瞬の隙を突く実に鮮やかなプレーでした。
しかし決まらずフォースダウンとなります。パントフォーメーションを取ります。パントフォーメーション、このパントはハーフウェイ付近でとどまりまして攻守交代となります。攻撃権変わりまして愛知ゴールデンウィングスに攻撃権移ります。さあ攻撃権変わりまして愛知ゴールデンウィングスの攻撃に変わります。愛知自陣49ヤードからファーストダウンテン、前は空いてる、打つか、パス成功、ビッケイファースト、ここで一瞬の隙を突くように縦に切れ替えました。前田氏は30番一気にロングエイ、これを34番なんとか追いつきまして仕留めましたが、しかし相手陣8ヤードに迫るビッグプレーによりまして愛知ゴールデンウィングスファースト、見事パスキャッチしましたのは愛知ゴールデンウィングス30番の近藤でした。愛知大学出身のプレイヤーです。愛知ゴールデンウィングスファーストアンドゥーゴー、さあここで中央へのランプレー、キャリア47番カウンターをつきまして左オフタックルを突破、その体育を生かしまして中央で体にねじ込み約4ヤードのゲインとしています。ここでレフリータイムアウトを取られます。負傷者が発生しております。見事なパワフルなランを披露しましたのは愛知ゴールデンウィングス47番の神戸南山大学出身のプレイヤーです。試合再開です。愛知ゴールデンウィングスセカンドダウン2ゴール、さあランプレイター、何枠35番、ハンドオフから中央突破展開し密集点スリングからから約2ヤードから3ヤードのゲインに変えています。タックルいたしましたのは大阪スカックス、愛知サードダウンに変わります。さあエンドゾーンまで残り5ヤード、愛知サードダウン2ゴール、タッチダウンまで残り4ヤード、パス不成功、ナイスパスカット、ここで愛知パスプレーによりタッチダウンを狙いました。しかしこれを大阪がパスカットしましてこのパスを不成功に変えております。愛知フォースダウンに変わります。さあフォースダウン2ゴール、残り5ヤードどうするか、プレーでいきます。フォースダウンギャンブル、このワンプレーでタッチダウンを狙います。愛知ゴールデンウィングスラストダウン、タッチダウンまで残り4ヤード、
タッチダウン。ここでランプレーを展開しました。頼りましたのは巨漢バック47番、その体をそのまま相手ごとエンドゾーンねじ込みました。タッチダウン。愛知ゴールデンウィングス、タッチダウンで6点獲得となっております。ここで負傷者が発生したためレフリータイムを取られています。愛知ゴールデンウィングスタッチダウン、その後のトライフォーポイント、ゴール前3ヤードから1回の攻撃が与えられます。エンドゾーンにゴールを持ち込むか、エンドゾーン内でボールをキャッチすると2点、キックで H バーゴールポスト上部を通過させますと、その半分1点が与えられます。さあこの後半最初のシリーズ、愛知ゴールデンウィングスが見事タッチダウンを上げている状況になっております。現在負傷者発生しているためレフリータイムアウト入っております。さあレフリータイムアウトを解けまして、プレー再開です。愛知トライフォーポイント、キックを狙います。キック成功、1点追加。愛知ゴールデンウィングス14点、大阪ガス7点、愛知が状況を覆すタッチダウンを奪いまして逆転しております。素晴らしい力強いランによりまして、そのタッチダウンを取りましたのが47番の神戸でした。ただいま得点を挙げました、愛知ゴールデンウィングスのキック。さあ愛知がキックオフしまして試合再開となります。さあ先達として大阪ガスは何としてもこの攻撃シリーズ得点に結びつけたいところです。さあリターン入れるか。リターンのチョイスは誤ったか、そのリターンのタイミングずれました。結果的に大阪ガスは自陣16ヤード付近からの攻撃という形になります。自陣16ヤード付近ファースト、自陣17ヤード付近。さあしかしここから大阪ガス反撃に入ります。さあこのリードを詰めることができるでしょうか。大阪ガスファーストアンテ、これは愛知ナイスディフェンス。まずランプレーを投入しました大阪ガス、しかしその前に愛知ゴールデンウィングス57番でしょうか、立ちはだかりました。立ちはだかりまして、このランを阻止しております。大阪ガスセカンドダウン10。パス成功。クォーターバック4番、右に展開している9番にパス、ブロッカーをつけて9番にキャッチアンドランを図らせまして、約8ヤードのゲインとなっております。パスを取りました大阪ガス9番は杉田、桃山は学院大学出身のプレイヤーです。大阪ガスサードダウン2。
さあトラブルありました。クォーターバック、これをリカバーしゲインになったか。ファーストダウン至っておりません。フォースダウンに変わります。さあフォースダウン2、どのようなプレーを持ってくるでしょうか。大阪ガスパントフォーメーションを取ります。このパントをシャンクしまして自陣脱することできず、大阪ガス陣46ヤード付近でボールで落とし、この位置で攻守交代となります。攻守が入れ替わりまして、愛知ゴールデンウィングス敵陣愛知相手陣46ヤードからの攻撃になります。愛知相手陣46ヤードからファーストダウンテン。中央エンドランプレー、キャリア27番にハンドオフしまして密集点突破を図らせました。しかしこれは大阪ガスもディフェンス陣固く、ゲインほとんどなくセカンドダウンに変わります。ラインバッカー田中博樹選手1ヤードのゲイン。愛知ゴールデンウィングスセカンドダウン、ファーストダウンまで残り9ヤード。愛知キャリアは27番の高橋でした。愛知セカンドダウン内、さあ再び中央へのランですが、しかしこれは大阪ガス食い止めます。キャリア35番に託しまして中央付近突破を図りましたが、3番99番が立ちはだかりまして、このランを阻止しております。さあランに変わります。大阪ガス3番は中田、名城大学出身。99番は川本、桃山学院大学出身。愛知ゴールデンウィングスサードダウン。パス成功、ナイスパスカット。ここでクォーターバックパスによって突破を図りましたが、そのパスをしかし大阪ガス99番でしょうか、このパスをリフレクトしまして、このパス不成功に変えております。見事パスリフレクトをしましたのは大阪ガス99番川本でした。桃山学院大学出身のプレイヤーです。さあリタイタ、ここでリターナー相手の逆をつくように見事にリターン完工、自陣30ヤード付近を確保し、この位置から大阪ガスの攻撃に変わります。自陣28ヤード付近ファースト。大阪ガス自陣28ヤードからファーストダウンテン。パス不成功、ナイスパスカット。今度は愛知が見せます。大阪ガスこちらもパスから入りましたが、これを愛知99番でしょうか、パスカット59番でしょうか、パスカットしまして、このパスを不成功と変えています。見事な対応によりまして、こちらもパス不成功としセカンドダウンに変えます。
大阪ガスセカンドダウンテン。さあここで中央へのランプレーを展開しました。キャリア8番未終点突破を図らせましたが、これは食い止めまして1ヤードのゲインでとどまっております。大阪ガスサダン内、パス不成功。クォーターバック4番プレッシャーありながらワイドレシーバー10番にパス、しかしコントロール乱れたがこのパス外へ出ましてパス不成功になりフォースダウンに変わります。愛知もディフェンス徐々に圧力が上がってまいりました。大阪ガスフォースダウン内パントフォーメーションを取ります。愛知リターンに入ります。このリターン愛知陣43ヤード付近でとどまりまして、この位置で攻守交代となります。愛知ゴールデンウィングス自陣44ヤードからファーストダウンテン。さあトラブル発生、ナニバック27番ピッチを受けまして左オープン展開を図りましたが、ここでボールをファンブル、自ら抑えましたが結果的に約4ヤードロスに変わっております。ダウンはセカンドダウンに変わります。愛知ゴールデンウィングスセカンドダウン14。パス不成功。ここで左奥走り込んだレシーバーにパスを投じたところですが、コミュニケーション合わずパス不成功となっています。ダウンサードダウンに変わります。愛知ゴールデンウィングスサードダウン14。ここでドロープレーを投入しました。パスの裏をついてランで展開しようとしましたが、これを大阪ガス許しません。フォースダウンに変わります。ディフェンスバック32番寺島雄平選手がタックルノーゲイン。愛知ゴールデンウィングスラストダウン、愛知ゴールデンウィングスフォースダウン14。愛知パントフォーメーションを取ります。このバントにより大阪ガス陣32ヤード付近で攻守交代となります。このボールが静止した時点で審判がよりコースする投手が入れ替わり、双方とも現在ディフェンス陣奮闘ありまして拮抗状態になっております。さあどちらがこの状況を打ち破るでしょうか。大阪ガスの攻撃となります。大阪ガス自陣32ヤードからのファーストダウンテン。
さあまずオプションプレーを展開、ランニングバックにピッチしまして28番右オープンから縦に切り上がりました。ブロッカーを受けしまして約4ヤードから5ヤードのゲインに変えております。キャリアは28番の北澤でした。鳥取大学出身。大阪ガスセカンドダウン6。パス不成功。ここで右に展開していたレシーバーにパスを投じましたが、レシーバーはこれをキャッチできずパス不成功となっています。ダウンはサードダウンに変わります。大阪ガスサードダウン6。大阪ガスサードダウン、ファーストダウンまで残りのクアド。パス成功、ファースター。クォーターバック再び右に展開していた9番にパス、これを9番見事にキャッチしまして攻撃権更新です。大阪ガスファースター。攻撃権更新の大役果たしましたのは大阪ガス9番の杉田でした。桃山学院大学出身。大阪ガス自陣47ヤードからのファースターの手。中央のプレー、ランニングバック34番ハンドオフから中央飛び込みまして約3ヤードのゲインとしています。前進しましたのは34番の辰馬でした。大阪体育大学出身。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして大阪がスカンクス7点、愛知ゴールデンウィングス14点、愛知がワンタッチダウンリードする形で最終クォーター第4クォーターに移ります。